ただきます。パンケーキこと岸井龍太と申します。今回やっていくのは多分ね、もうこれ誰もやってないんじゃない？やってたらごめんなんだけど、縄張りでマジで一個も塗らなかったら引き分けになる説、簡単に引き分けが作れる説、てか純粋にどうなるんだろうね、誰も何も塗らなかったらっていうのをちょっと検証していきたいと思います。それでは行っていきましょう。マジでどうなるんだろうね。もうほとんどカットカットだから、もう結果だけ映す感じで、めちゃくちゃ短い動画になるかもしれないけど、ごめんね。それはごめんね。めっちゃ短い動画になるかもしれんけど、よろしく。マジで、多分ね、ピチャピチャしたりするとね、そのインクがついちゃう。このインクとかでついちゃうのかな？ここでずっとピチャピチャしとく感じの方がいいんだろうか。というわけで、これで、終わるまで。ちなみにこれ動かさないでおくと、なんだっけ。通信エラーになっちゃうので、一応ずっとくるくる動かしたまんま、これで3分待ちます。それでは、早送りどうぞ。ほい、残り5、4、3、2、1、さあ0%、これどうなるんだろうか。結果本当にどっちも何も言ってない。ほい、0.2 と 0.3、 何の数字だこれは。何の数字。いや本当にマジで一個も塗ってないの。 0.2% と 0.3% ということで、多分リスポーンのインクなのかな？リスポーンのインクが反映されてるのかな？というわけで、絶対になんか勝敗は決まるっぽいですね。という、あまり面白みのない結果になってしまいました。それでは、ごちそうさまでした。またね。バイバイ。